俺の区間は AWM。 はい、どうも、おすこりです。今回はですね、まあ、アップデート内容の告知のまとめですね。はい、まとめのまとめみたいな話なんですけれども、今年もとあるやつが来るよっていうのを話していこうと思います。それではやっていく。はい、というわけで話していくわけなんですけれど、まず画像の方出しますね。こちらです。まあ、こんな感じで、まあその画像の方出てますが、もう閉じますけれど、今年もですね、まあ5月末にネットイースのですね、オンライン発表会ってのをされるようですね。まあ、例年通りだったら、その例えば東京ゲームショー的なオフラインで会場を開いて、まあ中国の方でもなんやかんやされているんですけれど、まあ去年からまあいろいろあるじゃないですか。まあそれによってオンラインでの発表会っていうのをネットイースがですね、まあ去年も5月の末ぐらいかな、にされていたんですよね。で、今年もそういうことを5月の20日、20日の方の夜8時半からされるっていう風に決定されました。一応概要欄の方にですね、あのライブの方のリンク貼っておきますけれど、そのリンク先の方で、まあ、実際その時間になったら見れるという形になっているんですよね。で、ちなみにですね、まあ今年はまあそのコアコードの発表だったりとか違うゲームの方の発表をされるっていう風に言われているんですけれど、その中でもコアコードは特にですね、多くのプレイヤーを驚かせるような内容を用意しているという風に言われているんですよね。で、去年もですね、まあコアコードに関しましてはなんやかんやありますよっていうことを言われていたんですけれど、今年は去年よりも強い言い方をされているということで、まあ、なんやかんやまた大きなコラボレーションだったりとかを持ってくるんじゃないのかなっていうことが予想されているというわけですね。多くのプレイヤーを驚かせる内容というわけで、まあ、今まで考えつかなかったような作品とのコラボレーション、これをですね持ってくるんじゃないのかなと。去年はワンパンマンをですねこのタイミングで告知の方されておりましたが、ワンパンマン以上の作品とのコラボレーションの告知っていう風に考えますとすごく限られると思うんですよね。まあ、コアコードがやったことないタイトルのコラボレーションで、まあこういうコードがやりそうなタイトルとのコラボですよね。まあ、そういう風に考えると、まあ例えば鬼滅の刃とか、まあそこら辺とかになりますよね。本当に絞られてくると思うんですよ、作品が。まあ、ですので、まあ、そこら辺なんか楽しみにしていきたいところですよね。既存の作品とのコラボレーションはさすがに多くのプレイヤーを驚かせる内容っていう風に普通は言わないと思うんですよね。まああったとしてエヴァンゲリオンの新エヴァの方とのコラボレーションですかね。まあ今のところゲーム内容として来るものとしては新エヴァの内容が大々的に実装されたゲームってありませんから、まあ、それか、まあ、新規のコラボレーション、どっちかになるんじゃないのかな、というふうに思います。今更ね、例えば、ワンパンマンコラボ第2弾も、おそらく来るだろうっていうふうに言われておりますけれど、第2弾しますって言っても、いや、それは知ってるから、みたいな感じになるじゃないですか。多くのプレイヤーを驚かせる内容、というふうには言えないと思いますので、まあ、新規タイトルとのコラボかなと、僕は予想してますけどね。わかりませんけれど、まあ、去年も新規タイトル、一応ワンパンマンは、その段階では新規でしたので、まあ、なんやかんやするんじゃないかなと思います。まあ、5月の20日8時、30分ですね。それがまあ楽しみですね。あと、去年はですね、遊園地マップの実装など、まあそういう細々としたですね、まあ細々とはしてないんですけれど、他のゲームの改変についても発表ってのがされておりました。まあずっと言われております、結婚システムだったりとか、あとは、ルームの、カスタムルームの設定の方ですね。こちらに関しましても、なんやかんや新規の発表っていうのがあるといいかなっていうふうには思いますね。他に読める要素ってないですからね。はい。ですので、まあ、ゲーム改変についても、なんやかんやの要素があると、ゲームの追加要素に関しましても、いろいろですね、まあ去年発表ありましたから、今年もあることが予想されます。まあ、特に3周年のライブの方ではですね、大きなその発表ってのはされてませんでしたので、まあ、特にそこでされないということは、こっち側に持ってきたのかなっていうことが予想されますから、まあその辺も楽しみですね。